はい、こんにちは。夢サポ代表のマイケル太郎です。えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、チャプター4ということで、えー、共産の電離の場合分け1つ目は前回お話ししたので、今回は2つ目、3つ目についてお話ししたいと思います。えっ、ー、と、共産の電離で必要な電離平行式4つ前回考えさせてもらいました。えっ、ー、と、その4つの式は、えー、今から少しお見せにしますので、 えっと、忘れてしまったという方はメモをお願いします。えー、HA が電離して、H プラスと A マイナスになる共産なので完全と。それが丸一式ですね、えー。水の電離並行を考えた場合、えー、二式が成り立ちます、えー。三式目は物質収集の条件ですね。えっ、ー、と、H プラスが出ないのは、水の電離由来が無視できるから。という、H プラス出ないのは、水の電離由来のものを考慮しないといけないからですね。考慮しないといけないからね。 あの、ha が反応して h プラス出すやつと、えっ、ー、と、二式で出てくる h プラスを両方考えないとダメだから、c は a マイナスじゃないと、あの、わからないっていうね。これに関しては、チャプター1、2、3で話しているので、見てください。えー、最後電、電気的中性条件ですね。プラスの電荷とマイナス電荷がイコールになるということでした。はい、この式を使って今回もお話ししていきます。では、行きましょう。 はい。えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、えー、10のマイナス6乗から10のマイナス9乗なので、えー、前回のように、あの、第4式の OH マイナスを無視することができません。えー、第4式 H プラスイコール A マイナス、A プラス OH マイナス、えっ、ー、と、これを無視することができないわけですね。えー、なので、どう考えるかというと、 えっと、ちょっとめんどくさいんだけど、最終的には解の公式ができます。この場合は。えー、これを変形してやりましょう。oh マイナスイコールにしてやると、h プラスマイナス a マイナスですね。えっ、ー、と、ここに第3式かな。第3式 c イコール a マイナスを代入してやると、えー、こうなりますよね。え、第3式より、おー、汚れちゃった。ごめんなさい。えー、第3式より、ほい。になりますね。 はい。で、えっ、ー、と、それをですね、それをですね、えー、っと、K ウォーターの式、K ウォーターの式ですね、第2式なんですけど、えー、こちらの式に代入してやりますと、えー、これ、イコールってやってあげると、えー、っと、当然ながらのことですが、えー、こうなりますね。はい。OK。 これは H プラスに関する二次方程式になっていますね。なので、解の公式を使ってやって解いてやると、どうなるかというと、展開してね、展開して二次方程式、H プラスに関する二次方程式なので、解の公式で解いてやると、こうなります。C プラスルート C の二乗プラス4倍の K をーター。K オターは10のマイナス14乗でいいですよ。なに これが一応公式となっています。えっ、ー、と、共産の10のマイナス6乗から10のマイナス9乗のときは、このような形で解くというのが一応公式化されていますが、えっ、ー、と、解くときにわざわざこんな公式に掘り込むんじゃなくて、この手順を踏んで解けば普通に解けるので、この手順を踏んで普通に解いてあげてください。OK でしょうか。ちょっと、これを使うっていうのが、まあ、知識としているかなと思います。はい。では、第3パターンに行きたいと思います。 3つ目のパターンですね。3つ目のパターンは、えー、残り一つです。10の球乗より小さい時です。はい。この場合を考えます。えー、この場合を考えるときもさっきの、えー、式を使います。A、OH マイナスが、えー、H プラスから A マイナスね。これ引いたもの、ね。A マイナス引いたものですね。引いたものっていう式が出ます。これ第4式から出ますけど、えー、逆にね、えーと の場合、えっと十のマイナス六乗より大きい時の考え方の逆を使ってえっとこの場合はねこの場合は考えてもらうと A マイナスって十のマイナス九乗よりっちゃいよねどうしてかというと C イコール A マイナスが成り立つでしょ協賛はってことは C がこれ十のマイナス九乗よりっちゃいってことは A マイナスも十のマイナス九乗より小っちゃくなるよね だから、a マイナスは10のマイナス9十より小さいってことがわかりますね。ですが、h プラスは当然のことながら、これ水の電流来ね。10のマイナス7乗が水の電流来だ。しかもそれにプラスアルファ、a、3、ha の電流によるものが足されるわけ。ってことは、自動的に h、h プラス濃度は10のマイナス7乗より大きくなるよね。 ってことは、10のマイナスの乗と10のマイナス9乗の間に2桁の差がある。2桁の差っていうのは有効数字3桁を考えるけど、有効数字2桁の時は考えない差だ。これが1の時と同じ考え方を用いて、あ、無視できるな。A マイナス。となりまして、えそうです。H プラスと OH マイナスが一緒です。ということは、ということは、まあ赤で書くほどのことでもないんですけど、 H プラスはルート K ウォーター。要はそのまま10のマイナス7乗になります。えー、ここからどういうことが分かるかというと、えっ、ー、と、水の電離平衡と酸の電離平衡を2つ考えるって言ったよね。酸の平衡を考えるときは。で、水の電離に由来の水素イオン濃度がまんまあ出てくるってことは、酸がすごく薄くて、酸の電離は考える必要がない。無視できる。要は、水の電離平衡が勝ったっていう場合が、酸だね。 3の場合、3の場合ね。1の場合は3の電離平行が勝ってて、水の電離平行は負けていた。2の場合は、結構近いな、近いな、両方考えよう。3の場合は圧倒的に水の電離平行が勝っているから、えー、っと、3の、えー、電離は無視して、えー、水の電離だけを考えようということになります。えー、以上が、えー、協の電離のお話でした。えー、次回の動画では、えー、チャプター、えー、1かな、で見せた、えー、1.0×10 のマイナス4乗の、えー、 塩酸の水素イオン濃度、2.0×10 のマイナス7乗の水素イオン濃度2つへの解放について今までお話ししてきた考え方を用いて説明していきたいと思います。よろしくお願いします。えー、以上です。ありがとうございました。えー、夢サポ、ぽ、えー、まだまだ、えー、生徒を募集しております。えー、またあの、普通にね、えー、とに勉強している受験生でこれをゆめさムービーズを見てくれている人たち。 えっと、わからない分野があるとか、この分野が少し難しい。勉強法、これどうしたらいいんですかえーえー、ちょっと聞きたいなっていう場合は、えー、Twitter の、えー、DM で聞いてくれても構いませんし、えー、YouTube のコメント欄等でくれても問題ないです。えー、時間がある限り僕が答えさせていただきます。えー、特に、えー、質問の多い分野に関しては、イメソ m e ー u p で分かりやすく具体的に動画を撮ったりしながら多くの受験生に共有できるようにしたいなと思ってるのでよろしくお願いしますではありがとうございました